皆さんこんにちは、APJ 京田店中手アリスと言います。今回は打ち上げ隊のギミック筒回しという隊の攻略法を教えていただきます。では解説の方を始めていってきます。そうですね、今回はじゃあ左アームの部分から筒の真ん中よりも右側の方になっていきます。このように左アームの外側を狙っていくことで筒の部分が回転していって今支えている棒とまっすぐになっていくと打っていくっていう仕組みになっております。じゃあ今度は別の方法を教えていただきましょう。今度は逆に右アームの方をアームギリギリの方を狙っていきましょう。この時注意すべき点は筒の端っこの部分を狙っていくことがポイントとなっております。こちらの方法でも筒の方は横に移動していきますので、これで回転していく方法も一つの手となっております。最後の方ではこっちは筒の後ろ側をなるべく狙うように出しましょう。真ん中を持ってしまうと戻ってしまう可能性がありますので注意して出しましょう。解説を参考にし、ぜひこちら筒回しのギミックをクリアしてみてみましょう。ご視聴ありがとうございました。